わわわ、緊張するコメ。みんな、はじめまして。彗星のごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber の星町彗星コメ。よろしくお願いします。音量は大丈夫ですか？どうですか？今日も可愛い、ありがとう。わあ、こんなにたくさんの人に見られてて、なんだか恥ずかしいな。みんな、スイちゃんの初配信楽しみにしてくれてた？ありがとう。楽しみにしてくれてたんだ。ちなみにね、ずっとコメットちゃん、コメットちゃんって言ってたと思うんだけど、そう、実は私、星町彗星じゃないの。本当は違うの。今はスイちゃんの体を乗っ取っているの。あのね、私はスーパーアイドルコメットちゃんにスイちゃんをしたくて、宇宙からやってきたスーパーコメット様なんだよ。スイちゃんがクールキャラでスイコパスとかしてるから、もっともっとアイドルらしい可愛いキュルルーンなアイドルにさせてあげようと思って宇宙からやってきたの。今スイちゃんの脳に入り込んでスイちゃんをメンテナンスしてるところなの。だから私がスイちゃんの体から抜けた後もスイちゃんの頭をメンテナンスしたからスーパーアイドルコメットちゃんになるはずなんだよね。怖い？怖いのかな？地球人のみんなは頭の中メンテナンスってしないの？じゃあそろそろコメット様はお眠の時間だから、初配信楽しかったかな？待て、行かないで。うん？どうしたの？楽しかった、ありがとう。行かないで。でも大丈夫、コメット様がスイちゃんから抜けてもきっと頭の中をメンテナンスしたから、かわいいかわいいキルルンなスイちゃんのはずだよ。コメットちゃん、また来てくれる？うん、また来るよ。それはちょっといいよ。どうして？どうしてもいつものスイちゃんがいいって言うなら、スイちゃん、スイちゃんの頭の中元に戻す。どう？ゆるるんがいいよね。戻していって、帰ってこい。これはアンケートを取ろう。キュルルン、キュルルン、これはキュルルンだ。やっぱりみんなかわいいアイドルが大好きなんだね。元のスイちゃんにはもう会えないかもだけど、でもその代わりとってもキュートなかわいいスイちゃんをみんな堪能できるから、これからお楽しみに。どっちも可愛い、ありがとう。戻ってこい。心配になってきた。帰ってきて。でもアンケートはキュルルンだよ。でもアンケートはキュルルンなんだもん。あ、そろそろ帰る時間が迫ってきたみたい。みんな、たくさん見に来てくれてありがとう。ちゅ、恥ずかしい。また会える日を楽しみにしてるよ。それじゃあまたね。グッズ買ってね。 See you